くりした。わあ、危ねえ。避けれた。辻斬りの人たちよね、多分この感じは。よいしょ。めちゃくちゃ大人数でいるな。よいしょ。決まった。大丈夫かこいつら。いてて、あれ、俺は一体、やっぱ意識ないな。頭が、あんたは誰だお前。それすらもわからない状態で。覚えてないのか。そういえば天狗の面をかぶったおっさんに何か嗅がされてから記憶がない。天狗の人に嗅がされたんだ。なるほどね。頭がぼーっとする。ちょっとお医者さんに見てもらい。もし体の調子が元へ戻らないなら、ムクロガエンの橘組ってところに行ってくれ。ぜひぜひ。治療してくれるはずだ。あ、わかった。ありがとう。うわぁ。ただの浪人やゴロツキまでもが操られている。一体何が起こってるんだ。そうね。あと、忍者の人って、まだよね。忍者の人とかちょっと、やりに行かないとな。いないな、別に。あら？女の人がいる？あ、泥棒！ここ忍者だな。あっちへ、あ、赤い忍びがいる。追いかけるか。逃がすか！待てー！よいしょ、よいしょ！よわー！強すぎるで、終わりだ。観念しな。よしよし、捕まえたね。おい、お前。ああ、義賊じゃないのか。どうしてまだこんなことしてる。確かに、もう良くなったんじゃないの。俺は金を。ううう。どこ行っちゃったの。待て。クソ、逃げられたか。おうおう、緑の忍びの方だ。今の赤人さん、ね。やはりお前らの仲間か。どうしてあの子だけまだ続けてんの。盗みを。はい、先日から行方がわからなくなっていました。あ、そうなのか。町人から盗みを働いているところを偶然見つけたんだ。そうそうそう。誰よりも早く、誰よりも強かった。ああ、カリスマ的忍者だったんだ。話しかけたが聞く耳持たない様子だったな。もしかすると、内次郎の時と同じかもしれない。はいはいはい。あ、赤人さんについては我らで探してみます。任せてください。じゃあお願いね。じゃあちょっと親玉の方行かないとな。一旦立花組？オッケー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 。戻るかじゃあ。小松さん。斎藤さんお疲れ様。ああ、依頼は一通り片付いたようだな。それより何か分かったか。あれからどう？ええ、どうやら今回の騒動、上層天狗の棟梁が裏で糸を引いてるよ。やっぱそうか。捕らえた天狗に問い詰めたところ、今は？うんうん。あ、神社？あの、あ、最初に戦ったとこか。お頭と。糸何も、ん？きっと何もないってことはないわ。奴らもそれ相応の準備をしてるはず。ああ、もう行くか。せっかくだから。おうおう。斎藤さん、居場所が分かりました。あ、やっぱ神社にみんな集合してるんだ。どうかどうか、切り捨てだけはご勘弁を。あの人は本当はいい人なんです。あ、じゃあなんか倒して、解放してあげるか。分かっている。とりあえず落ち着け。神社って一味がいるところと一緒。ね、みんな大集合してるみたい。行くか。とにかくそこに行ってみるしかない。斎藤さん、あ、どうかよろしくお願いします。いいえ。任せといて。わかった。場所と内容を？あ、掲示板？オッケーオッケーオッケー。またじゃあ掲示板確認していこうか。よいしょ。これね。神社ね。行ってくるか。待っててね、みんな。よいしょ。うん。こっちの神社か？新選組の方行ってたけど、こっちが正解か？あ、いたいた。どうするんだ？待っていたぞ、斎藤。どうも。久しぶり。お前にこっぴどくやられた。あの日からこの屈辱忘れたことはなかった。そっか。上層一連の事件の首謀者はお前だな。そうさ、ここにいる。あ、後ろのやつも？ああ、手下か。ううもう洗脳されてる。
こいつだけは暗示がうまくかからないな。やっぱ強いんだそれだけ。おい、どういうことだ。俺は新しく力を手に入れた。あの功さえあれば誰もが俺の忠実な下僕になるんだぜ。それで突き従えて楽しいかい。お前は強いと暗示にかけることで弱い部下たちの力が大幅に増幅させられる。まさにやりたい放題。うわぁ、嫌だね。それもこれもお前を痛い目に合わせるために用意してやったんだぜ、斎藤よ。そうなんだ。てめえのその面、生首にさらしてやるわ。感謝してくれよな。口だけは、なんか、大口叩くな、こいつな。卑怯なやつだ。自分の力だけでは何もできねえ。どうしようもない野郎だ。一対一で戦おうよ。うるせえ、勝てばいいんだよ、勝てば。お前ら、やれ。仕方あるめ。よいしょ。ほいほい。周りの子たちを先にやってあげようか。赤兄さんの動きすごいな。痛い痛い痛い。おお。つらい、あとお前だけだ。よし、くらえー。よし、やり申した。観念しろ。もうなんで、あ、お、洗脳解けた。ここは、あ、神社だよ。うう、みんな苦しそう。体が、え、大丈夫、大丈夫ですかね。ちょっと治療を受けた方がいいんじゃない。お前ら上層に変な術をかけられていたんだ。どういうことだ。そんな棟梁ともう縁切った方がいいよ。あ、でも慕ってはいるのか。上層よくも安静にしてないとダメですよ。そうだね、ちょっとみんな治療受けな。貴様よくも、え、いい、俺は悪くね。なんでや。待って、落ち着け。俺はあいつにそそのかされただけなんだ。まあそうだけど、悪くないわけではないでしょ。あいつどういうことだ？医者じゃないの？お前にやられたあの日、あいつは突然俺の前に現れたんだ。どうにかお前に仕返ししてやろうと考えていた俺にあいつは言ったんだ。この子があれば全て思い通りになるぞってな。そんな力が目の前にあったらお前だって使うだろう。いや、龍馬は使わないでしょ。だから俺のせいじゃん。勝手なこと言いやがって。お、龍馬。え？いい、何でも言う、何でも言うから許してくれ。そいつはどんなやつだ。そうそう、情報をね、聞き出そう。商人みたいな格好をしていた。卑屈そうな顔でいつもこう思っていた。それ以外は知らねえ。俺も数回しか会ってない。あんまり会ってないんだ。そいつの居場所教えろ。どこにいんの？今頃、あ、川辺の方？何の計画？詳しくは知らねえ。俺が知ってることは全部話した。あんま知らないんだ、結局。だから許してくれ、頼む。許すかどうかは周りの人に聞きなよ。わかった。とにかくお前らは立花組までついてきてもらう。あ、そうだね。みんな連れて行こう。あれ？お松さんは？お松殿がいないのね。おい、誰かお松を知らないか？さっき出て行かれましたよ。すぐ戻るって言ってましたが。そうか、ありがとう。とにかく俺は？上層が言ってた川辺向か。あ、そうね、行こっか。わかりました。斎藤さん気をつけてください。あ、お前は？奥に縛り付けた上層を見張っておいてくれ。あ、そうだね。逃げられても困るし。ん？新しい依頼書が貼られてる。ああ、掲示板？見よっか。わあ、でもやっぱ顔が完全にそうだな。斎藤宛てに、ああ、一人で来いと立花組に伝言あり。15両ももらえんの、この人やると。お松さんも完全に会いに行っただろうな、この人のとこに。行くか。この辺かい？あ、いた。お松、大丈夫？お松さん。何もされてない？遅かったな、もうお松は俺のものになったぞ。え？お前は確かお松の幼馴染の、そうそう、お医者さんのね。
あの時はご意ありがとうよ、斉藤さん。お前には散々計画を邪魔されたからな。もう松が手に入った今となってはどうでもいい話だが。え？お松、お前は誰が好きなんだ？はい。あらららら、もう完全に取り込まれてる。聞いたか聞いたよな。実験は成功だ。え、そんなしょうもないことのために人のこと洗脳して回ってたの？実験？ああ、実験だ。お松とは幼馴染で結婚するつもりだったのに、俺が頑張って思い伝えたら？こいつは俺の求婚を断りやがったんだ。ああ、結婚するほどではなかったじゃないの、単純に。毎日会ってたまにチェアで喋ったり、団子屋では手が触れ合った仲なのに。だから俺は努力してこの力を手に入れてやったんだ。そういうことするから、あれじゃないの、結婚したくないと思われてたんじゃないの。あいつらは実験台としてとても役に立ってくれたよ。もし術が効きすぎたりしてお松が壊れちまったら大変だから。うわぁ、なんだこいつ。そんな理由であいつらを。気の強いお松には暗示もかかりづらいからな。あいつらを使って立花組の連中を痛めつけ、精神的に追い込む必要があったんだよ。おかげさまで無事完了。お前もその一端を担ってくれたというわけだ。心ばかりのお礼を受け取ってくれや。おう、いっぱい来た。え、そんなことして好きな人手に入れて嬉しいかな。虚しいだけだと思うけどな。聞いてもいないことをベラベラ喋りやがって、心底不愉快な男だな。周りが口を揃えて卑屈だというのもわかる。残念だがお前が利用してきたつもりの奴ら、お前が舐めてかかれるほど甘い奴らじゃない。もちろん俺もな。そうだそうだ。なんとでもほざけ、お前にはもう死ぬ以外の道は残っていないんだよ。こいつらは今までとは一味違うぜ。俺の力を思い知らせてくれる。絶対負けねえ。あ、なんかすごいかっこいい曲がかかってる。よいしょ、ちょっとランブで暴れるか。よいしょよいしょ、強いな。確かに、なんか毒かなんか浴びちゃった。あーん、てやー、つか強いな本当にこいつ。よいしょ。そしてこの曲めっちゃかっこいいな。よいしょ、危ねー。あーもうちょいもうちょいもうちょい、龍馬頑張れ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 。よし、いける。よっしゃー。うー、めちゃくちゃ体力削られた。でも倒したよ。ん？口ほどにもねえな。まあやる前から分かっていたことだが、そんなバカな、こんなはずじゃなかった。操られている連中の剣には心が通っていない。そんな奴らを集めて強くなった気でいたなら、それは大きな勘違いだ。そして、心が通っていないのはそいつも同じなんじゃないのか。あ、お松さん、目を覚ましなさい。え？騙されたふりしてたってこと？あんたはこれだけたくさんの人に迷惑をかけて、まだ気づかないの？怒られてる。私は小さい頃からずっとあんたのことを見ていたのよ。あんたの気持ちなんかずっと前から知ってた。でも昔からそうだった。思い込みが激しくて周りに迷惑をかけて、今度はこんな、まがいものの力に頼って。お待つ。はあ？そんな卑怯で育児なしのやつなんて一体誰が好きになるなんて言うのよ。完全同意するけど、これは前も言ったけどね、あんたが私に惚れてるなんて100年早いのよ。顔洗って出直してきなさい。ぐー、くそー。お前ら全員覚えておけよ。なんでやね。お、え、なに、襲われてる。まったく逃がすわけないでしょ。しっかり犯した罪を償いなさい。お松さん、かっこよ。お松、お前はもう平気なのか。操られていたようだが。ええ、平気よ。だって操られていたふりをしていただけ。あ、強いな、お松さん。何？え、実はあの子は深く吸い込んだりしなければ強い力はないらしいの。とても暗示にかかりやすくなるみたい。ああ、力
っかり気を張っていれば大丈夫だったわ。心が弱っている人にしか効き目はないみたい。あ、弱みにつけ込んでじゃないとってことか。刀剣一家は珍しい妖刀の誘惑。あ、義族の人たちには病気。そうね。暗示にかかりやすくなっていた。事件を起こして私を精神的に追い込んだつもりでいたみたいだけど、勘違いも。お松さん、かっけえ。うん。実はね、あ、幼馴染が関わっているかもしれないってことは聞いていたの。あ、なんか耳打ちされてた時に聞いてたのかな。私が何を聞いても知らぬ存ぜぬで尻尾をつかめなくて。証拠が今までなかったんだ。だから思惑通り動いているように見せかけて、本当に彼が黒幕なのか確かめるために一芝居打った。なるほどな。俺も騙されたってわけか、そうね。女を怒らせると怖いのよ。じゃあ、この人たちの手当てもあるし、一旦立花の組へ戻りましょうか。うん。ありがとう。斉藤さんのおかげで解決することができたわ。ああ、いえ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 。ほぼほぼお松さんのおかげじゃないこれ。大したことはしていないが、役に立ったのは何よりね。よかったよかった。斉藤さんがいなかったら本当にどうなっていたことが。いえいえいえ。これ今回の報酬と立花組からのお礼、本当にありがとう。いいえ。うわぁ、すごいお金持ちになった。あ、ズッキーもらっちゃった。また何かあったら言ってくれ。ふふ、もう何もないと思うけど。例えば、ああ、あの人どうなったの？暴行所に突き出してもよかったけど、きっとまともに裁かれない。ああ、難しいだろうな。ここで人を操るなんて現場でも見ていなければ簡単には信じられない。ああ、そうね。ええ、でもそれは事実。医者としての知識や技術だからできた。あ、確かにそれもそうだな。頭がいいからできたことよね。だから、うちで働いてもらうことにしたの。もちろん、ただでね。ああ、そうなんだ。おうおうおう。元気か、みんな。来ていたのか。みんなもまた、ここの一員として、ね、社会復帰するんだったらね、よかったわ。斉藤さんに一言謝りたくって来てるのよ。挨拶してってあげてね。ああ。うふ、また来てね。待ってるわよ。いや、お松さん、かっけえわ。元気？体調どう？斉藤さん助けてくれてありがとうな。いいえ。俺たち、刀剣一家は立花組に入ってよ。ああ。ここなら安心して妖刀を探せるからな。あ、確かにね。妖刀探し頑張ってね。うん、体調どう？なんかみんななんか体調悪そうだったからな。妹のおはるも元気にやってます。あ、よかったよかったよかった。この恩は立花組に入って町の人を助けることで返したいと思います。頑張ってね。応援しとるよ。おい、天狗のあんちゃん。斉藤さん、その説は迷惑かけたな。俺たち上層天狗は心を入れ替えて立花組で真面目に働くことにした。これからはよろしくな。あ、よろしく。よかったよかった。これでじゃあ立花組のストーリーはおしまいかな。よし。おりょうちゃんに挨拶していくか。ん？え、なになになに？はあはあ。旦那手紙預かってます。手紙。それじゃあ足はこれで。え、なになになに？なにこれ？主公お尋ね者制覇。おう、宇都宮というものだ。あんたお尋ね者をすべて制覇したそうじゃないか。本当に大したもんだぜ。あ、ご褒美？じゃあ台所に行かないといけないのね。オッケーオッケー。でもこれ入ったらおりょうちゃんとのお別れが始まっちゃうんじゃないの？とりあえず入るか。あ、お登勢さん。おりょうちゃんは？お、はじめさん。おかえりやす。ただいま。ああ。明日、夜明け前に宿を立つ。それまで寝かせてくれ。うん、よろしくお願いします。そらかまへんけど、朝立つんやったら、今のうちにいろいろしたくせなあきまへんやろ？うん。支度はもう済んでるん？あ、ちょっと待って。いや、ちょっと待ってくれ。支度が終わったら声かけてね。はいはい。ちょっと台所行かせて、お登勢さん。なんかご褒美がもらえるらしい。この人よね。どうも。おう、宇都宮だ。あんたには？ねえ、なにこれ？白竜？竜の装飾をした槍。これがもらえんの？やった。触れてやるのは一度だけで大事にしておけ。え、見たい見たい。ちょっと待って。
すごい。かっこいい。なんか仮面ライダーとかに出てきそうな槍だ。いいね。いい武器もらえるんだ、こうやって。ありがとうございます。はじめさん、しばらくこっちには戻られへんのやから、しっかり準備せなね。うん。江戸に行く支度は済んだ？できた。行きますよ。ああ、大丈夫だ。ほな、夜明け前に起こすから、早う部屋でお休み。お、畳んでる。江戸か。何もないとこで休んでるな、龍馬。あ、お酒？あ、おと、お龍ちゃん。別れの挨拶しとかなくていいの？監察の山崎進は、新選組の屯所で殺されていああ、た。そうだね。背中を一突きされたらしい。例の坂本龍馬に口を塞がれたらしい。お前は大丈夫だと思うが、心な配だるべくわ。表には顔を出さないようにしていろ。ね、危ないからね。別に、うちはええんよ。もし何かあっても、自業自得やもん。いやいやいや。いや、お前に何かあれば俺のせいだ。俺の存在がお前を巻き込んでしまったようなもんだからな。まあ、そうか。そんなこと。明日、江戸に行く。用事が済むまでしばらく帰れない。ちょっと離れるからね。江戸へ？けど、そんなことうちに言うてええの？また裏切るかもしれへんよ。土佐を抜けてから、俺が本当の名前を自分から言ったのはこの寺田屋でだけだ。ああ、そうね。自分からはそうだね。俺はもうここで隠し事をする気はねえ。それに江戸での次第によっちゃもう生きて帰ってくることもない。そうね。死んじゃうかもだしな。今度の江戸行きはそういう旅だ。何する気やの、はじめさん。聞いたらびっくりするだろうな。江戸城の将軍の寝床に直談判だ。そうそう。幕府を店じまいにしろってな。結構無謀なことするんだ。まさか。冗談みてえな話だが、あんたにだけは言っておこうと思った。寺田屋に戻れなくなるとすると、一つだけ心残りがあるんだな。心残り？え、どうしよう。なんか私が緊張してきちゃった。あんたの作った飯、まともに味わったことがなかった。ああ、確かに食べてなかったな、そういえば。はじめさん。それを今度戻ってきた時の楽しみにとっておく。やだ、泣きそう。その時は頼めるか。おいしいの作って、お嬢ちゃん。死ぬほど食べさせてあげる。 いいな、二人の関係。朝が来たな。沖田さん、そろそろ来るんじゃない？
お、いた。起きた。おはよう、起きたさん。女と別れの挨拶は済んだんか？バッチリ。あんたの知ったことじゃねえ。なんでそんなこと言うの？ええやないか。わしの方も馴染みに挨拶済ませてきたんや。うん。あんたにこれ渡せ、言われたわ。え？お手紙？その手紙は？近藤さんからや。あ、近藤さん。僕が将軍へのお手紙やと。将軍へのね。あんたの馴染みってのは近藤のことか。将軍に会えたらこいつを見せろ言うとったで。うん。ちゃんと渡せるといいな。はじめちゃん、お前これ読めるか？ん？沖田さん字読めないの？あちゃー、やっぱりあかんか。え？わ、船だ。読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。あ、字が汚い？達筆すぎる。達筆すぎか。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから近藤さんも気合い入れて書いたんやろが。ああ、入りすぎたのね、気合が。おい、そこの前、これ読めるか？それ読まして大丈夫なの？私ですか？他におれんやろが。早く来いや。あ、はあ、いいのこれ、他の人に読ませて。では拝見。この人大丈夫な人なの？これは一体何が書いてあるんや？何と言いますか、とんでもないことが。とんでもないこと？だからなんやっちゅうねん。教えて教えて。 まずこの一番初めのこの一文ですが、うん。1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく、朝廷よりいずべきこと。この人の声めちゃくちゃいいな。これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。うん。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、心配してくれてる。それやったら問題ないわ。わしらがその幕府の人間や。まあそうなんだよね。まさか本当ですか？本当だ。嘘じゃないよ。それよりその先を続けてくれ。うん。それじゃあ続けますけど。うん。この手紙には全部で7項目の国への要望が書かれてあります。要望。国への要望。うんうんうん。ええ、まず最初がさっき言った幕府の政権は朝廷に譲るということ。うん。その後は政権を持った後の朝廷への提案が続いています。提案ね。どういう内容だ？ええ、箇条書きですが、まず議員というものを置いて話し合いで政治を決定すること。ほいほいほい。異国との不平等条約を改定すること。国の憲法を制定すること。海軍を増強すること、うん、都を守る兵を組織すること、金銀を異国と同じ値段にすること。以上、最初のと合わせて7つです。要するに新しい国づくりへの要望書ってところか。うん。そしたらここに要望を書いたら徳川将軍が聞いてくれるいうことか？え、何書き足すの？いや、聞くのは政権を返された後の朝廷ってことだろう。そうね。将軍でも朝廷でも構わんわ。わしらもなんか書いたらやないか。え、書き足すの？いいの、そんなことして。怒られるでしょ、近藤さんに。後で持ち掛けてこの手紙将軍に渡すのはわしらなんやで。うん。ほんなら新選組の隊長に一生楽できる金を払うことってなった。いや、新選組の隊長。ああ、新選組なんです。そうなんですか。うん。そや、
せやからお前今言うたの手紙に書き足せや。書き足していいのそんなこと。出したってかまへんやろ。でも人の手紙を勝手に書き足すなんてね。どうせ金をくれと書いたとこで将軍にも朝廷にも無視されるだけだと思うけどね。私もそうだと思います。このお侍さんいいね。お前は黙っとけよ。なんでそんなこと言うの。ほなはじめちゃんやったら何を書く。何書く。龍馬足りないで。国への要望なら平等な世の中にしろとかな。平等か。ああ俺の国じゃ生まれた階級だけで人間扱いされなかった。うん、そうだね。そんなこともあったな。そういえば階級に縛られ尽くした土地だったんでな。うん、土佐っちゅうことかいな。アホくさ、そら武士の話やろうが。局長も副長も元は百姓やで。人間扱いされん連中なんぞ武士以外やったら山ほどおるわ。あんたの言う通りだ。うん、せやけど平等な社会なんぞわしらに一文の得もないやないで。まあお金はね、そりゃ俺にはある。それが実現すればおやっさんに胸張ってあの世で顔を合わせることができる。そうか。なんやそれ。沖田さんからしたらね、なんやそれかも。今言ったことを手紙に書き足してくれるか。書き足してもらえる。どういう風にでしょう。確かにちょっとスペース空いてるとこあるね。どんなに身分が低かろうが階級を超えて人材と認められるように武士だけではなく町人も百姓も女も誰もかもだ。うん、そして身分が高く生まれただけの人間に好き勝手させないようにしろとな。なんですって。ったく、ほんだなんや。それこそ私も望んだ日本の新しい時代です。お、意気投合。そうですよ。だから今日まで私は今日にいたんだ。うん、新しい時代が今まさに今日で作られていると聞いて。あ、そうだったね。うん、私は剣がからっきして志半ばこの船に。あ、そうなの。なあ、その志を書いてくれ。ぜひぜひ書いて。文章はあんたになら任せられそうだね。はい、喜んで。いいお侍さんだね、この人ね。わあ、綺麗。オープニングで見たシーンにちょっと似てるね。有罪の苦行諸行及び天下の人材を顧問に備え感触を賜いよろしく従来有名無実の官を除くべきこと。うん、俺たちが目指したものがここにある。そうだよな、おやっさん。おやっさん。